ねえ。あったよ。はい、皆さんこんばんは。カッパーチャンネルでございます。今日はね、こいつら81に来ていただきました。カッパーチャンネル、カッパーチャンネル大きいな、お前。俺がだいたい175ぐらいあるけん。いや、絶対おかしいでしょ。2m20 ぐらいある。聞いてみたら185ぐらい。怪物揃いやな。よろしく。日本一でかいロックンローラー、しがき君に来ていただきました。どうも。どうやってそんな大きくなる？いやー、やっぱもう夢と希望をいっぱい持ってることですかね。今日聞きたいのはそこじゃねえ。違いました。今日違うね。今日お二方を呼んだのはですね、5月の10日に配信ライブが決定しました、ね、見てね、81でね。カッパー今回実はね、初です。ちゃんと配信ライブするの。ね、ちょっとやってみようかなと思いましてね。やりましょう。やることになったんですが、今回は配信ライブ YouTube でするんですけどね、ただで見れます。ただで見れますけどね、これアーティスト支援とお店の支援ということでね、チケットをね作って、ペアティックスかな。ペアティックス。っていうウェブサイトから購入できますんで、ぜひね、皆さんそちらを買っていただいて、少しでもね、でも言いなさんだ。なんか いくらからとかあるんですか？今回作ったの500円と1000円、2000円。おお、1000、2000円。うん、3種類チケットある。まあ、はいはい、皆さんのお財布の許す限りね、一人様何枚も購入できるようになってます。全然500円とかやったら、いやいや、本当本当、いや、もういくらでもいいんでお願いします。よろしくお願いします。それがね、彼らの収入になりますね。一つよろしくお願いしますということで、5月10日の8時から、やります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あとは81のなんか告知とか告知があるんですよ、やっぱ一個でっかいのが、うん、結構でかいな。なんとこの間レコーディングをしてですね、いいよ、2曲撮りました。2曲、2曲、2曲ともなんちゅうか、今までの81と全然違う感じの曲で。違うな、まあ、1曲はちょっとファンクっぽい感じ。ファンク、もうファンクっす。マジでファンクで、マッシュルームボーイからファンクで。ファンクで、多分もう100人聞いたら100人が、あ、これファンクや。ゲラップ、ゲロンナップみたいな。ゲロンナップ、いいよ。で、もう一曲は、なんともうまたこれも全然違う感じで、シンセポップですね。シンセポップ、なんかあれやろ、その辺どうも、あれ、タクロたちがおらなくなって、その辺こう、いや、まあ、邪魔なのが消えたすからね。やりやすい、やりやすい、やりやすい、俺らの天下ね。邪魔やって、あの辺したかったのにな。まあ、なんかもう美味しいとこあったら全部な、掴んでいって。まあ、大事大事、大事だ。全然もう逆っていうか、なんやろうね、幅が広くなったっすね。なんか同じバンドって感じの、なるほどね。CD は今、これが今発売中の CD なんですけど、これが5曲入ってて、1000円で売ってるんですけど、ちょっと今81がまだネットで販売をしてないんですね。で、まあ、ホームページの方にメールフォームがあるんで、そこに送ってもらったらこっちからいろいろ郵送とかができるんですけど、まあ、これからネットショップみたいなのを開く予定なんで、またそれも Twitter とかで告知するんで、その時はご購入の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということですが、今日はね、まあ81をね、知らない方のためにもちょっと
なんか PV かなんかを一曲流して聴いてもらいましょう。じゃあ、ATYZ知らん人おらんと思うんですけどね。本当ビートルズ聴いてみますか。はい、ね、聴いてみましょう。曲紹介してよ、曲紹介。愛しい君って曲ですね。愛しい君っていう曲、俺が作詞作曲した。志垣作詞作曲、俺が作詞作曲した。歌流れやん。これストーリー自体で途中から流れるんですよ、うん、まだ30秒ぐらい待ちます。放送事故や。最初30秒ぐらいカッコつけたんだけ、カッコつけたんだけどな。歌流れやん、うん、ケイティケイ。そう、仲いい人に集まってもらって。あ、なるほどね、ホームパーティーです、うん、あ、音来た。あ、来ました。音来た。 いい感じやな。マキロ、マキロさん、マジは可愛いよな。可愛いっすね、大分の女王。ライブに来てくれて華やか、うん、嬉しい。キングのグラさんとかつけた。これ悪いやろ。これカットやろ。これは片栗粉なんて大丈夫です。片栗粉は吸うなっちゃう。鼻水が余計鼻水に。ずるいやさ。ずるいになる。これね、まあ。聞いてなんか振られるの板についた。マジで。慣れちゃうけんか、慣れちゃうけんか、面白い感じにしちゃってましたね。ジュニアが一番怖いの。思いません、あいつ笑って悪いことした。多分サイコパスでしょ。ジュニアはニコニコしながら笑ってました。そのうちなんか指切りますよ。マジやこれ。結構これ痛かったもん。いろんな思いがこもったみたいな。知らん。PV の設定とかストーリーがホームパーティーをしよって、あのバンドメンバー4人があの喧嘩したりとか、女の子に振られて家を追い出されて、でなんか焼き詰めライブをするみたいな。そういう感じで、題名が愛しい君ですね。めしい歌やろ。いやでも作詞作曲ですよ。おやめろ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 。めしい歌やろ。いややっぱ誰でもあるでしょ。そういった部分。ちょっとセキュララにね歌ってみたんですよ。ちょっとやさぐれと思った。コンビーで配信ライブもこういう感じでカメラ撮った方が面白いかな。あ、行こう行こう、あっち、あ、行こう。俺が最後まで格好つけとる。はい、そんな志垣、はい、はい、見ていただきました。はい、はい、ATYZ の何やったっけ。愛しい君。いや、めしい歌やろ。いやいや、PV を見てからやったら。いや、愛しい、本当に愛しいよ。でもあの曲俺歌よって一番好きなんですよ。あ、まあ本当結構、まあまあいい歌よ、うん、というわけでね、聴いていただきました。こんな彼ら ATYZ が5月10日にですね、カッパーで配信ライブを行いますということで、意気込みを、意気込み、意気込みを、キー君から言ってこう。これから、うん、キー君またあの飛び降りて手の骨もない。やったったっすもんね。その話マジで面白いよ。骨にひびが入ります、ね。まあその話を聞きたい人もな、生配信を見て。ああ、そうね、話すかどうかわからんけど。飛び降りるかどうかもあなた次第。そう。そう、今度はギターを置いてほしい。知らん。ここに貼っときますリンク。何のリンク。見たい人は。見たい人はね、はい、YouTube のカッパーチャンネルからお送りいたしますんで、ぜひ皆さんお楽しみにということで、じゃあ最後志垣締めてちょうだい。あ、了解です。じゃあ皆さんお酒を持っていただいて。
夢と希望に乾杯。ダッセそういうわけで今夜もこれぐらいでおしまいにしましょうかね、カッパーチャンネル。それでは皆さんまた、5月10日見てくださいね。じゃあそれでは皆さんさよなら、バイバイ。バイバイ。立つ最後。あ、そうなんです。立つ最後。はい、でかい。でけな。いやいや、ジョスカイウォーカース。Get out!